エベオツ駅は、北海道滝川一エベオツ町西12丁目4に、ある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。当駅より、旭川方面は、旭川支社の管轄となる。駅番号は、A22。電報略号は、エオ。かつては急行、カムイが停車していた。1977年のエベオツ駅と周囲750メートル範囲。 上が、旭川方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語に由来し、アイヌ語のユペオ、あるいは、イペオ、イ、魚が、多く、いるところ、からとされる。二面三線の単式、相対式ホームを持つ駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。無人駅。以前は、 有人駅であったが、その後易委託へ変更後に窓口業務をすべて廃止しており、駅舎内には現在も閉鎖された出札窓口が残されている。出会一札業務など利用客の応対を行う駅員はいないものの、旧事務室は当期間に駅構内の除雪作業などを行う職員が詰め所として利用している。1日の平均乗降人員は以下の通りである。 滝川市と合併する前の江ベ内町の中心駅であったため小さな町としての形態が整っている。駅前には温泉旅館や商店が残っており徒歩5分の位置に江ベ内市街がある。幹線道路沿いに郵便局などの金融機関や公共施設、商店街が並ぶ。路線バスも幹線道路沿いに停車する。ありがとうございます。